本日紹介するのはグラビアアイドルの日向葵さん。1993年生まれ、神奈川県出身。日向葵さんは大学生の時にシンガポールに留学しており、現地の子にアニメを勧められたことをきっかけにアニメにはまり、大学に通いながら声優の養成所に通い始めました。日向葵さんは小学校の時からバトンをしており、団体で全国大会に行くほどのスポーツマンだったこともあって、高校時代までアニメを見る機会がなかったそうです。 大学卒業後は動画配信サービスの会社に入社しましたが1年で会社を辞めて声優を目指してフリーで舞台やライブに出演し始め2018年10月からフラッシュ撮影会に専属モデルとして出演を開始日向葵さんはそのキュートなルックスと豊満なパイオツで絶大な人気を博し今撮影会で日本一行列ができるグラビアアイドルと呼ばれるようになりました2019年には才造フラッシュ新人グラビアクイーン発掘オーディションにて準グランプリを受賞し 2021年にはニュースポストセブン主催の変形水着が日本一に合うグラドル総選挙にて優勝を果たしました。当時投票されたファンからのコメントを紹介すると、笑顔が美人さんで一度ライブ配信を見た時から好きになりました。キュートでナイスバディで癒し声のまさに理想の女性。転生して日向葵さんの子宮に入りたいなど、熱烈なファンから支持されているのがわかりますね。 特にこちらの肩ひもがポロリした写真はお乳の柔らかさが大変素晴らしく表現されており見ようによってはやや垂れ気味とも見えるかもしれませんが逆に垂れている感じが最高にドチャシコで右手が止まりませんよね2023年2月には待望のファースト写真集「クリア」を発売また日向葵さんはグラビア活動以外にも舞台「グライフ3」では主演の一人を務め自身の YouTube チャンネルで ASMR 動画を配信されるなど幅広く活躍されております また日向葵さんは自身のファンクラブも立ち上げられておりますので興味のある兄貴たちは今すぐチェックしましょうねこれから日向葵さんの一層の活躍を期待し応援していきましょうご視聴ありがとうございましたこのチャンネルでは女優モデルアイドルなどを紹介していますよろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします